こちらです。あと、コッコロちゃんも足場が良くないので転ばないように気をつけてくださいね。恐縮です。私は森歩きにも慣れておりますので問題ありませんけれど、主様はご注意ください。よろしければ手を引きましょうか。いえ、お礼など。いかなる時もおはようからお休みまで主様のサポートをするのが私の役目でございます。はい、ぎゅーっと手を握ってくださいまし。お二人は仲良しですね。いいな、家族みたいで。よく言われます。私たちは単なる主従関係ですのに、兄弟みたいだねとか親子みたいだねなどと、私もたまにうっかり主様のことをお兄ちゃんとかパパとか呼びそうになります。甘えん坊さんっぽくて自分が恥ずかしくなります。いいんじゃないですか。コッコロちゃんはまだちっちゃいんだし。おっと、エルフの集落が見えてきましたよ。おお、私の地元のそれとはやはり趣が異なりますね。種族によって文化が違うとは聞いておりましたけど。そうなんですね。コッコロちゃんの故郷ってどんな感じなんですか？ふむ、説明が難しいですが、もうちょっと四角四面というか、清潔ではありますが人情味が薄いというか、全体的に冷え冷えとしております。位置的にもここよりだいぶ北部ですしね、寒いのです。このエルフの森は生の自然そのままという感じで好ましいです。生命力にあふれた環境ですね。それに見たところ、先日の大量破壊魔法による被害も全くなさそうです。爆心地になった山間に近かったので心配しておりましたけれど。はい、だから様子を見るためにこうして山登りをしてるんですよね。必要があれば救援などを送るつもりですが、まずは実地調査です。ええ、案内役を引き受けてくださって助かりました、しおり様。ふふ、ここの集落では私のお姉ちゃんが暮らしてますので、距離も近いし頻繁に行き来するから、私も道には慣れてるんです。私はエリザベスパークの警備や狩猟のためによく森を歩きますしね。案内役ならお任せください。牧場の復興作業を手伝ってくださった、その恩返しになればいいなと思います。それに私もお姉ちゃんの安否が気になってましたし、相変わらず大量破壊魔法のせいで魔力が乱れてるらしくて、中心魔法もつながりませんしね。実際に現地に行くしかなかったですし。うん、少々お待ちください。何か不可解なものが見えますよ。あ、二人とも下がってください。これも魔力の乱れの影響か、奇妙な魔物の目撃情報が増えてるんです。複数の魔物が合成されたようなおかしな魔物がうろうろしてるみたいです。危険な魔物に襲われたら大変ですし、私が弓矢で対処します。いえ、どうも魔物ではないようですよ。何でしょう、誰かが不自然に宙に浮かんでいるような。
姉ちゃん。え、あの方がしおり様のお姉様なのですか？なぜ空中に浮かんでいるのでしょう。魔法でしょうか。確かに服装は魔法使いのそれですけど。いや、説明が難しいです。お姉ちゃんたまに寝ぼけて空を飛んじゃうんですよね。困った人なんです。その分他人にはない特別な力を扱えるんですけど。お姉ちゃん、聞こえた気がする。その方、しおり様のお姉様ですよね。普通に、やはり主様のお知り合いなのですか。主様は行く先々に仲良しの女の方がいらっしゃるのですね。君にしおりんに知らない子、どういうメンツなの。みんなはエルフの集落に何か用事かな。よくわかんないけど歓迎するよ。今はちょっと他のみんなは近所で起きた大爆発の調査のために出払ってるんだけどね。集落を無人にするわけにもいかないし、私はお留守番してるんだ。っていうかしおり大丈夫だったの。爆発はこの近所だったし、何か大量の魔物が暴れ回ったんでしょ。牧場の方から火の手が上がってさ、肝を冷やしたよ。私しおりんが心配でさ、ギルドのみんなと一緒に魔物を蹴散らしながら牧場に向かったんだけど、もぬけの殻でもうすっごい生きた心地がしなかったよ。ごめんねお姉ちゃん。大丈夫だよ。私たち一時的にランドセルの近くに避難してたんだ。今は牧場に戻って復興作業をしてる。みんな無事だったから安心して。そっか。どっかに避難してるって話は聞いてたんだ。でも通信魔法は繋がらないし、状況が分かんなくて。しおり無事でよかったよ。心配かけてごめんねお姉ちゃん。大丈夫だよ。お姉ちゃんも怪我一つないみたいで安心した。